はい、じゃあ行きまーす。ちょっと FM ギノワンを聞きの皆さん、こんばんは。毎週木曜日 FM ギノワンからお送りしておりますインパルスレディオ、今週もよろしくお願いいたします。はい、4月入りまして、我々の青年部も事業活発になってきております。この前の日曜日ですね、沖縄で、まあ、最後になるのか、分からないんですけども、あの国際映画祭、あのキャン君も、ね、知ってますよね。はい、もちろんです。国際映画祭のレッドカーペットが国際通りでありまして、はいはい、なんとですね、そこに、ね、我々の流星天女ハニンちゃんが、ついにデビューしました。なんかね、当日は宜野湾市 の、 あのトロピカルビーチの海開きとも重なって、はい、我々インパルスですね、はい、もう2チームに分けて、あのレッドカーペット班と海開き班 で僕はあの海開きの方にって言ったんですけど、はい、なんかねレッドカーペットを聞くとね、なんかハニーちゃんって声かけられて、なんかあのご当地ヒーローとかを追っかけてる熱烈なファンの方が結構いて、はい、その方たちが知ってるらしくて、嬉しいですね。ツイッターでちょっとねなんか情報が来て、はい、なんかハニーちゃんって呼んだらすごいかっこいいポーズしてくれたって言って、いやちょっとね泣きそう、これ聞いた時に泣きそうになったっハニーちゃん知ってんだと思って。でまあ、当日はね、すごい晴れて、でやっぱ最後っていうこともあって、あのいろんな観客の方も いらっしゃったってことで、まあ、今後どういう風な感じでこの映画祭が続いていくのか分かんないんですけど、まあでもいいタイミングで声かけてもらったので、はい、我々青年部のキャラクターの流星天女ハニンちゃんをみんなの前に PR できたなっていうのと、あとね、沖縄あの国際映画祭もそうなんですけど、はい、我々宜野湾市のトロピカルビーチがいよいよ海開きしまして、それもねあの子どもたちがね、あの120名にお楽しみ宝探しゲーム企画して、あの観光協会さんがそれのお手伝いしたんですけども、もう速完でチケットたくさん親子連れでにぎわってて、もう15年前海開き行ったことあるんですけど、はい、市の、ね、関係者しかいないようなね寂しい海開きだったイベントが、はい、もう今超満でしたよ。おめでとうございます。夏本番って感じでね、日曜日は本当に、ね、いい、天気だったんですけど、ちょっとね今週またちょっと天気崩れそうで心配なんですけど、はい、いやこのままね、まあ、災害級の大雨まではならないけど、あのダム貯水率回復できるぐらいまで降ってくれたらいいなと思うんですけどね。ということで我々青年部もいろいろと4月入って、もう5月になりますので、まあ来月からはまた新しいイベントいろいろと準備入ってくるんですが、先週の放送でもちょっとお伝えしたんですけども、まあなんといってもあの我々通常総会っていうのが年度初めにあって、その時にね、あのいつもなんか寂しくなるんですけど、青年部ってあの卒業があるんですよ。でそれで今年もね4名の先輩方が卒部されて、で早速なんですが今日ゲストをお呼びしております。あの会社名とお名前をお願いできますか。はい、皆さんこんばんは。株式会社ラウレアオーシャン代表取締役の木内さやかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当にもうありがとうございます。もう急に声かけて、はい、本当に急でした。あの木内さんの、ね、話ねとっても聞きたいし、みんなにお伝えしたいっていうのもあって、でお仕事あの株式会社ラウレアオーシャンということで、事業内容はちょっと、はい、宜野湾の益城に保育園とそれから学童クラブ、それから大山にも学童クラブがあります。保育施設の運営をしてます。うん、ということで園長先生ですよ。はい、ありがとうございます。こちらこそ。で、青年部の、まあ、先輩ではあるんですけど、同じタイミングで役員になって、で同じタイミングで副部長にもなって、はい、役職長かったっすよね僕らね。長かった、私よりも長いけど、青年部って商工会青年部って1年あ1期2年なんで、はい、
3期我々やってますよね。3期、はい。6年って長いっすよね長かった、長かったけどあっという間だったかな、終わったら。いやいやいや、もうね、この後ちょっといろいろと掘り下げてね、あのお話聞いていくんですけど、まあ、なんといってもね、木内さんはね、去年宜野湾市商工会青年部イコール木内祭かっていうぐらい、もう我々を代表するぐらいもう素晴らしい活躍をされまして、もう僕ら後輩たちにも本当にこの背中を見せるというかですね、はい、あの私についてきなさいって感じでねはい、ついてきますって感じで、それぐらいリーダーシップ発揮されて、あの本当に助けられた、あのすごい刺激をもらった先輩で、で実際けどあの6年の役員やって、でも木内さんあれですよね、トータルで青年部何年やったんでしたっけ。8年です。で実は最初幽霊部員でしたよね。最初2年間は幽霊部員でした。入ってたけど全く何にも来なかったです、参加も全然行かなかったですね。最初定例会、月1回の定例会も最初の1回しか行ってないです。あ、いや、そもそもあのね、木内さんのあのまあ経歴というか話すると、県外の出身で宜野湾市に事業所を構えたのが、何年ぐらいですか。法人にしてからなのでまだ14年5年ぐらいかな。あ、青年部というか商工会に入ったのはもっと前。いや、商工会に入ったのは、その青年部に入ったのと同じぐらい。その時にはもう法人になってたんですか。法人になってました。そのタイミングでじゃあこの商工会とか青年部にも入会したんですね。計画審取るときに。なるほど、うん、そう、計画審っていう、ね、あの制度があってね、うん、僕から説明するよりちょっとあの どういったものか教えてもらっていいですもう私もだいぶ経ちすぎてちょっとあまりよく覚えてないんですけどその計画審、要は、まあ、その他の同業他社がやっていないような新規事業を、うん、まあ、計画して、でそれがまあ自分の会社の利益だけではなくて、まあ、地域とかそういったところにも、メリットになるような、まあ、事業計画をして、それをまあ県に提出してお墨付きをいただくと、まあ、その今から成長できる企業だということで、まあ、いろんなところで優遇されたりとか、あのサポートを受けられるというような制度ですね。県の制度でしたっけ。国でやってるけど認定するのは県知事になります。まあ、今言ったみたいに、まあ、なんだろう、その事業に通してね、地域とかこの社会に対してこのイノベーションを起こすような新しい、ね、企画とか発想力っていうのを評価されて、うん、いろんな会社がね、あの毎年経営革新認定されるんですけど、あのラウレアオーシャンさんも認定されたんですよね。多分10年ぐらい前だったかな。その時に、私大体の方はやっぱ商工会に加入してその後に取られる方が多いけれども、私は自分で情報をもらって自分で単独で取ろうとした時に商工会に入った方がいいよって、その時の県の産業支援センターの方にお勧められて、あ、なるほど、ね、それで私は商工会に入ったので、多分他の方とは多分順序が逆だったかもしれないです。あ、なるほど、なるほど、うん、まあね、あの経営者の方たちもね、みんな そういうの分かると思うんですけど、今から独立開業を考えている方もそうですけど、まあ、あのいろいろ補助金制度だったりね、助成金制度っていっぱいあるんだけど、自分でこの事業資料を取りまとめたり、今までそういったことを、ね、書いてない人たちとかって結構一人で構築するの難しかったりするし、うん、まあ、今インターネット開けば、まあ、あるんだけども似たようなことになっちゃうし、明確に今自分が何やりたいかっていうのが分かってないと結構構築するの難しいですよね。なかなか難しいと思います。で実際計画審はもう自分で頑張って出したんですよね。自分で頑張って出しました。でもそう、採用されたんでしたっけ。採択されました。すごい。 でもその後に商工会っていうのがあるって聞いて、もっと簡単だったんじゃんみたいな感じだったんですか。商工会のやっぱサポートも今後借りた方がいいよって県の方に言って。あ、なるほどね、うん、そうそうそう。でその時に青年部は誰の勧めで入ったんですか。比嘉トヨタさんですね。あ、その商工会に加入してから、あの新年度の新春の集いみたいなのがあって、でそこにまあ勇気を出していった時にたまたま声をかけていただいた先輩がいて、で青年部が何だかは全く分からなかったけど、当時まだ私はやっぱりここの
宜野湾、まあ、地元ではないので東京出身なので地元ではないので全然横のつながりもなくて、うん、経営者の仲間とかもいなくて、でそんな中でやっぱりちょっと孤独だったので、うん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 、少しずつやっぱり経営者の仲間を作りたいなっていう思いもあって、うーん、で青年部ってなんだかよくわからないけど、まあ、誘っていただいたのでまず一回行ってみようかなっていうのがきっかけでしたね。ああ、そうなんですね、うん、あのまあ、日賀さんっていう方は先輩なんですけど、まあ、IT 系の会社やってる方で、だといってもあのメインはねコンサル業、やってる方です。マジックもね、そう、マジシャンをかなんかやってるんですよ。面白い方なんです。本職 どっちなのかなんですけど、まあ、まあ面白い方でね。あ、じゃあその先輩に声かけられたんですね。そうです。あ、そうなんだ。でもその時最初行ったのはなんか飲み会かなんかで行ったんですか？いや、定例会、まあ、その後多分最初の定例会だったと思います。商工会でやってる商工会でやった定例会、うん、青年部の定例会に初めて行って、でとりあえず、まあ、なんだか分かんないけど入ってみようみたいな、まあ、いつも大体ノリと勢いで行動するタイプなので。そう、え、ぶっちゃけどうでしたその時？いや、その時はでも私は本当に定例会しか行かなくて、その後の懇親会は参加してないので。あ、そうなんだ。お酒飲めなかったから当時は。だからもう定例会だけ行って こんな好きなのにこんな好きなのに帰ったから、まあ、ちょっと全然和気あいあいとかそんなのもあんまりよく分からずに、ただまあやっぱり横のつながりを作りたいとか、ちょっとやっぱり今の自分を変えていきたいっていうのが根底にあったので、まあ、とりあえず入ってみようっていう。へえ、うん、なんかあの膝を合わせ付き合わせてなんで語るとかじゃないけど、全くそういうのはなかった。ないんですね。あのもう会議のあれしか見てないので。そうなんですね、うん、いやいや、あのやっぱりねこの定例会っていうのを毎月1回この部員の皆さんにね、今どういうことやってるよとか、来月こういった授業があるよっていう報告する場と、あと部員の、まあ、マッチングというか、まあ、交流も兼ねて毎月行ってるね、あの会があるんですけど、その時にね大体この新入部員の方たちだったりね、新しい人たち呼んで、あのこんな感じですよって見せたりするんだけど、大体そこでねみんなね、あ、なんか私違うなとか、俺自分この組織違うなみたいななっちゃうんですよね。特に最初に青年部宣言とかねあるから。そうこれね、僕も最近気づいたんですけど、部長になって、だからその会社とか組織になってくると、多分木内さんもその時当時でもあれでしょ、スタッフさん何名ぐらいいたんですか？幼稚園だから20名ぐらいはいたかな。めちゃくちゃね、うん、僕なんか家族だからみんなだって関係ない人たち20名でしょ、うん、でその人たちを雇うっていう責任もあるわけじゃないですか。そうですね。でその人たちと一人一人ね、何時間もかけてコミュニケーション取りたいのはもう山々だし、でも業務的にも効率的にもそんなの難しいのもあるけど、そんなことも言ってられないじゃないですか経営者ってね。もう自分で責任取らないといけないから。でもそういった時に一つになれるものとか方法とかで、やっぱり朝の朝礼とかだったり報告とか連絡とかっていうのが、なんかトップダウンにならないように、みんなでこのビジョンとかをミッションとかを共有して、あの会社の理念とかを、多分大きい企業さんとか働いてる方たちはね、朝朝礼とかで多分 ねあると思うんですけど、あれってやらされてるっていうよりかはもうやっぱ意味があってやってるからね。確かに。だから学生の時とかもね、そういった似たようなものも確かあったと思うんだけど、なんかしょうもないって思ってた自分もあるけど、やっぱねああいうのってやっぱ大事で、ただそれをね何にも入ってないやっぱアレルギーマックスの人たちが青年部どんな人たちいるのかなっていきなりね、なんか我々はとかなんとかそんなことを言うんですよ。それ見たら、あ、なんでこの何この新興宗教みたいな感じみたいななっちゃうからね。だいたいそれで、あ、来月もあるよっつったら、いやいいですみたいなそこがね、あの その後のね飲み会がやっぱ大事で、みんなでコミュニケーション取れたりね話するけど、でもキズさんそんなこんなでも6年そっから8年6年には役員でしょ。役員は6年もうどっぷりじゃないですか。どっぷりいつの間にかその時にもキーマンの方いたんですか？いや、その時はもう全く本当に誰も分からなかった。だから最初の2年間はあんまり行かなかった。やっぱ行きづらかったのもあったし、なんかみんながやっぱ仲良さそうに見えたから。あー、なるほど。別にね、キーさん別に人見知りとかではないですもんね。人見知りはあんまりしない。
でもちょっと話戻るけど、実際この沖縄で事業開業するってなって、やっぱ全然住んでたルーツ違う地域じゃないですか、うんうんうん、そういった時になんかなかったです、抵抗とか。いやもう起業した時はすでに沖縄来てもう10年以上住んでたので、だからもうその時にはもうなくなって、そういう抵抗は一切なかったかな、うん、勝手が違うとか、うん、ちょっとなんだろう、こううちなんちの俺があれだけど、うん、気質があるじゃないですか、そういったのとか、うんうん、どうやって説明したらいいのかなとか。もうでもその頃にあんまりそんなにもう自分も割と馴染んでたので、まあ、方言とか喋れないけれど、うんうんうん、だからそんなにそこに対しての抵抗とか違和感はもう感じなくはなってたかなって、うん、でもその中で、定例会話を全く参加しなかったのに、参加しなかった役員になるきっかけ、うん、はその、まあ、1年入って多分行ったのが忘年会ぐらいで最初で、その次の年ぐらいに懇親会じゃない、定例会じゃなくて委員会か、委員会があって、たまたまうちの向かいの事業、うちの事業所の向かいで委員会をやるってなったから、道挟んで居酒屋ね、そうそうそう、だから南方楽酒菅さんね、はい、部員さんのお店なんですけど、さすがにこの距離感だったら行った方がいいなと思って、それはね職場の目の前だから、ね、目の前だったから、そうだから今までその委員会とかも全く行かなかったけれど、さすがにこの道挟んで迎えでやるってなったら顔を出してみようかなと思って行ってみたら、意外とみんな優しくて楽しくて、お酒は全然飲めなかったけど、まあ、楽しかったりとか、あとやっぱりその経営者の集まりなので、飲み会でも結構経営の話をすごくみんなするんだなっていう、ただの雑談じゃなくて、でその中である部員さんが自分の今経営してる事業所が苦しいっていうのを、なんだろう、赤裸々にその場で語ってて、でそれをまた他の全然異業種のメンバーたちが、じゃあこんなしたらいいんじゃないとか、うん、こんな協力ならできるよっていうのをみんなで知恵を出し合ってる、その光景にすごく私は、あ、いい場所だなって、やっぱり自分は今まで孤独だったし、その自分 その経営に関しての弱音とかって従業員には吐けないし、かといってその経営者の仲間も周りにいない中で、そういうのを吐き出す場所がなかった、頼る場所がなかったけど、あ、そういうのができる組織なんだっていうところを徐々に少しずつ関わる中で気づいていった。うーん、だからあ、ここの組織にもうちょっと、なんだろう、なんか自分も入っていってみようかなっていう風になっていったかなと、うん、いや最初ね、僕より先に入っ、ちょっと先に入ったぐらいですよね、私の方が入部が早かった。で自分のイメージではもう木内さんなんかいろいろと活躍されてるイメージで、総会の司会とかやってたじゃないですか。やってたあれ多分本当にあれでしょ、幽霊部員から新入部員役員になるかならないかぐらい の時その前の年ぐらい、うん、ね、全くまだ右も左も分からなかった。こんなことを言うの本人目の前にしてあれですけど、やっぱね最初なんかすげえ頭良さそうななんかちょっとツンツンしてそうな怖いお姉様なのかなっていう感じだったんですよ。あのすいませんね、いやいや、あの悪意あるわけじゃないですよでだけどやっぱコミュニケーションって大事っすね。そうだね、うん、僕とかねめっちゃ怖いって言われる顔もう心外こんな優しい人いないよって言いたいぐらいだけど、でもそういうのって自分からこうね行かないといけないんだけども、やっぱ今はねこの部長になってね、フォローアップも大事だなと思うし、確かに。でもそういうあの仲間というか現場を見れて少し気持ち変わって、うん、関わってみよう、携わってみようとなったってことですね、うん、だから徐々にではあるけど、急にスイッチが入ったわけではないけれど、まあまあまあタイミングもあるだろうし、うん、だまあ焦らずですね、うんうん、ということで、ここで一曲おかけしたいんですけども、はい、最近キズさんが聴いてるやつ、はい、オレンジスター、オレンジスター、はい、これどういった時聴いてるんですか。あでも車の中でも聴いたりとか、なんかあジム行ったりとか、最近週1ぐらいでジムにも行くので意識高いあそうなんですね。そうそう、その時に聴いたりしてますね。じゃあ大丈夫ですか。はい、じゃあお願いします。お聴きください、オレンジスター。そう、 CM まで行きましょう。この後すぐ CM、 はい、はい、一応ネットでは繋がってるんですけど、ね、ネットで今繋がってるんですけどね、あのこの
ツイキャスと YouTube の方には今話の内容が全部マイクに入ります。うん、その音はねツイキャスではならないんだけど、うん、音楽は、うんうん、あ、この曲か。あー、すごい、聞くんですね最近ね。グッドキャットさん、こんばんは。こんばんは。こうやってコメント入れてくれてる。この後は通勤ソングいいっすね。朝これ聴いてると最高っすね。朝ね。確かに疾走感。でもあそこめっちゃ混むみたいです。あそこめっちゃ混まないですか。混む。ちょっとあっちしかないですよね。あっちしかない。ちっちゃい車だったら、ね、住宅街通り抜けられるけど。ああ、上王じゃな。うん。私の車では絶対無理。すれ違いんですし。ああ、そっか。何回も聴いてるけど。トヨタさんってすごいっすね。そうだね、何人か声かけてるのに、ね、私とかお家とかね考えられない。でもそういうね、声かけてくれる人がセンサーがありがたい。センサーが、そういうセンサーがあるのか。分からないけど。まあでもね、優しいからね。入った時の部長誰ですか。ヒカルさん。ヒカルちゃんの1年目、2年目だったかも。じゃあ本当に俺と同じ、あ、同じだよ。12月だ。12月に入って。1年目の12月かな。うん。僕は2年目の8月ぐらいです。その前の年に選挙があって、確か。吉行さんがマカダヤに集合かけたんですよ。あ、そうなんだ。で、俺はどっちかって言ったら、その政治の方に興味があった。政治家になりたいわけじゃなくて、JC にも青年部にも属してない人間で、たまたまそこに行って、常と正吾は地元のあれだから、常さんもあっちの時入ってた。常さんも同じ入ったばっかり。入ったばっかり。うん、で、前田さんは先輩だから高校の理事長。で、向かいに吉原さんと、いて。絶対入ってんじゃん。それがきっかけだと思う。大事だなと思って。でもね、そうそう。前田さんはすごいあれだったんですよ。前田さんは自分で決めることだから、俺も誘わないけど、すごい。怖いと思って。そんな感じだったんですよ。すごい。あれはタイトル関係ないんだけど、はい、これ関係ないんだけど、そうですね、時間はもうこの32分が終わりまでになります。CM も全部こっちに今出てくる。あと何個ですか CM。 今流れてるのがラストです。牛角で終わり、はい、BGM にそのまま切り替えます。切り替えてまたマイクの音を合図します。 OK です。インパーシャルレディオ、今日は、我々の大事な先輩でいつもお世話になっております株式会社ラウレアオーシャンの代表取締役社長木内沙耶香さん、はい、ゲストで招きしております。ありがとうございます。はい、先ほどはね、木内さんが県外出身ということもあって、なかなかこの宜野湾市の同じ同業というか同じ世代で経営者の方たちとね、なかなかつながらないのをこの青年部きっかけにいろいろと知れたというか、はい、できたっていう話聞いたんですけども、はい、その前にもちょっとねお話しした通り、僕も
同じ時期に入って、役員というか副部長とかをね、3期6年でやってね、大変したね本当大変だった。でもそういうのを考えた時にね、やっぱり地域のこととか自分の事業のこともそうですけど、いろいろと感じることもいっぱいあったと思うんですけど、はい、青年部ってもう別にエンディングじゃないんですけど今今年の4月でもうね、卒分されたんですけど、はい、今思うと どんな感じでした青年部って。まあ、一言で表すのは難しいと思うんですけど。いやでもこの間総会の、懇親会で最後卒部生の挨拶させてもらった時に、話した通り第二の青春でしたね、青年部は、やっぱこのさっきね、経営者孤独ってよく言うけど、本当ねこの難しい悩みとかをこのスタッフのみんなには弱音を吐けないし、そういったのも見せられないし、ずっと気張ってないといけない中で、結構あ同じような感じで考えてる人いるんだとか、あこうやればいいんだみたいな、結構ねそうヒントくれたりする場って結構貴重だなっていうのもあるし、うん、何よりこの世代がね近い世代 で、うんうん、でしかも自分もこのアウトプットできるしインプットするのもやっぱり大きいけど、そういう場って本当はなかなかないなということで。確かに。でやっぱりこのそう同世代だからみんなやっぱり起業したばかりの人たちも多くて、だからこそすごくなんかがむしゃらに自分の今仕事だったりに頑張っているから、だからそこに共鳴し合えるというか、なんか青年部っていろんな事業があって、でしかもこの宜野湾だけじゃないじゃないですか、で沖縄でたくさんの仲間34市町村が、商工会青年部所属してる部員が、1000名近くの仲間がいて、で何かその事業とかイベントがある時に一緒になってね、名刺交換して、でいろいろとつながっていくっていうのも、多分いっぱい経験されてると思うんですけど、実際その話をちょっとお聞きしたいのが、昨年ですよ、我々商工会青年部っていうのは全国にあるんですけど、日頃の青年部活動を通した地域 この貢献した事業とか、あと自分がどれだけ成長できたかっていうのをですね、意見発表する場があるんですね。若い経営者の主張発表大会って言って、でね、沖縄県の方たちは結構馴染み深いというかね、方言とか訛りが強くて、標準語の練習になるためにってことでね、お話大会っていうのがあるんですよ。沖縄の小学生って。あ、小学生で、あ、そう、はい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 、で中学もあるのかな。でもほら英語のスピーチとか、なんか自分の意見発表会とかっていうのはあるじゃないですか。でもそれを場が多い沖縄の人たちには馴染み深いけど、こういう大人になって自分が今どういう立ち位置でどんなことができるのかとか、商工会の青年部の授業を通して自分の町をどれだけ知ることができたかっていうのをね、熱く語るちょっと素晴らしい意見発表会っていうのがあって、スピーチ大会ね毎年あるんですけど、これがね、もう中上、要するに中部地区大会で、次県大会で、勝った次今度九州大会で、九州大会があったらある意味決勝ですよ、全国大会っていうあるんですけど、それにね、なんと木内さん去年宜野湾市から宜野湾代表で出場してもらって、20年ぶりに沖縄県代表として九州大会を制覇して、九州代表として全国大会に出場されたんですよ。いやもう本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。11月にね、群馬県のホールで行われたんですけども、いやあの時大変だったと思うんですよ。で一番本人がその仲間とかの良さっていうのを感じられた瞬間だと思うけども、もう本当にねプレッシャーは半端なかったと思うんですよ。実はね、木内さんが出場する前の年、一昨年、僕出たんですよね。そうで10分間っていう時間があるんだけど、はい、僕はね感極まって泣いたんですよ泣いて13分喋って減点されまくっても点数がなかったんですよ。内容は俺がピカイチだと思ってたんですよでもあれ練習どれぐらいしました？原稿作ったのが
ゴールデンウィーク で、まあ、最初の中部支部の大会が6月の後半ぐらいだったと思うんですけど、うん、まあ、ある意味1回戦ね。そうそう、で、まあ、だから、まあ、最後の全国大会が11月の半ばだったので、まあ、半年近く毎日あの10分間のスピーチを毎日5回は練習した。多い時はもっと、だからもう数にしたらもう何千回も喋り続けた。もう休みたくて もう必ず毎日やり続けました。いやこれ見てる応援してる僕らもめちゃくちゃすごくて、あの進化してるのが分かるんですよ。で、あここの抑揚がなんか変わったとか、あれなんかこういうジェスチャーなかったのに増えてるとか、で今までここ力貯めてたものが急に落ちて、あれと思った時に急にバーってこう表情豊かに表現するとか、もうただのねスピーチ発表なんだけど、もう10分間でも本当に一つのドラマをね、それぞれの発表者がやっぱり感じたことを言うので、で木内さんが発表した内容何でしたっけ。私はこの、まあ、その前の年にこの中部支部で行った男性経営者向けの生理体験と妊婦体験についての内容を発表しました。うん、これがもうマスコミからもすごい反響で、やっぱりその女性職員とかスタッフとか雇ってる男性経営者、まあ、我々の世代もみんなそうですけど、はい、あの生理痛とかってさ男知らないじゃん。ああ分かんないですよね。で頭痛とかさ平日してさ、はいはい、で「は？」って言っちゃってたんですよ。うん、絶対に。でそういうこと言ってないにしても多分ねそういう反応というか「また？」みたいな、うんうん、もう薬飲めばいいのにとか、うんうん、お腹痛いとかもうなんだよってこんな忙しい時期に言って。もうでもねそういうのを、あと妊婦体験、うん、あのこんな重たいお腹で家事とか、うん、でまた上の子のなんて言うんだろう子守りというか、うん、はい、大変で、それを知ってもらおうと、あの木内さんがね、はい、中部地区の女性部員を集めたんですよね、はい、で企画して、はい、具体的にどんなことやったかちょっと教えてください。まず第1部と2部に、あ第3部まであったんですけども、朝からまず最初は生理体験ということで、まあ、実際に男性にこのナプキンを手に取ってもらって、まず多分触ることもあんまりないと思うんだけど、うんうん、ナプキンを手に取ってもらって、でこの経血、まあ、血を再現した、液体をこのナプキンにつけてもらって、で、うん、さらにそのつけたやつナプキンを、まあ、自分の下着に装着してもらうっていう。そう本当にね。ちゃんとちゃんとしろと。そうでしてもらったら、みんなこの更衣室で、あのマリン支援センターを借りてたんでプールの更衣室でつけてもらってきたんですけど、もう出てきたらみんな歩き方がおかしい、みんな違和感で、ね、みんななんか内股になって歩いてくれて、大のお兄様方がね、そう、 うーってね。でそれを装着した状態で研修室入ってもらって、その生理の仕組みとかサイクルとか女性ホルモンってこんなんだよっていうのを、まあ、レクチャーさせてもらって、でそれが第1部 で第2部は今度は妊婦体験で、まあ、あの手作りの女性部員たちが作った手作りのエプロンに8キロの水パックを入れて、まあ、それを、お腹に装着してもらうっていうところで、で多分このお子さん生まれる前にその病院とかでそういう父親教室みたいなので体験したことがある方も中にはいらっしゃるんですけど、でもそれは多分ほんの多分30分とか短時間しか経験が多分ないと思う。でもそれだとやっぱりリアルな経験ではないので、まあ、今回もう半日ぐらいそれを装着してもらって、で、まあ、最初は室内でその妊婦についてのこのレクチャーをした後に、まあ、簡単な靴下着脱とか、まあ、そういう初歩的なところからスタートし、その後お昼に、みんなで、まあ、懇親会でバーベキューを予定してたので、マリン支援センターからドンキまで妊婦の状態で歩いて買い出しに行ってもらい、ね、みんな大のおっさんというかさ、みんな男連中がさ、お腹を晴らしたままエプロン着てね、そう買い出し歩いて、みんなでドンキに買い物で、そこでもうあの食材を買ってきてもらい、半分のチームは買い出しに行ってもらい、残りの半分のチームはマリン支援センターなのでそのバーベキューの設営、まあ、要は自宅で家事をやってるようなつもりで、その設営をして野菜をカットしたりとか、
そういったところもやってもらって、で当然そうそうそう当然いつもだったら男性経営者のこの集まりなので、まあ、お酒とかは当然いつもある用意はしてるんですけど、この日はもうお酒は NG、 同行してきた奥さんたちは飲んでいいよっていう形にしてて、だけど男性陣はお酒は一切 NG、 それからタバコも当然 NG、 この半日間は研修中半日間はタバコも NG ということで、まあ、それでバーベキューをして、やっぱりもう途中からもう早く取りたいとか、もう腰が痛いとか、あとこのやっぱ鉄板とお腹の距離感とか、いろいろ皆さん多分いろんなことを感じていたかなと思います。そうよね、うん、いや参加した人たちで買い出し行った時に、うん、なんかね友達に見られたとかなんとかって言ってたけど言ってた、女の友達に自分と同じメンバーの子が、はい、やべえ同級生だよっつって何してんのっつって妊婦体験中っつってみんなで盛り上がってたんだけど、もう衝撃的な一言ですよ、はい、この女の子の友達は二児の母だったらしいんだけど、こんなもんじゃないっつって甘えんなよってこんなもんじゃないんだからな私はそれ2回経験してるんだからすいませんでしたって あの企画ね、ほんとねすごいいい企画、うん、でそれをね、うん、全国大会で主張発表したんですよね、はい、やっぱりね今までこういったこう青年部だから男性社会というか、うん、もう男性部員がほとんどでね、岸、うん、さんみたいにこう女性部員ってなかなかもう少ない方で、で宜野湾はね、はい、女性部員多い方なんですけど、うん、だからやっぱりこの女性部員だからこそ提案できるものとか、うん、そういったことをやっぱり大変練習されてね、はい、けどねどん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 中部大会でも県大会でもやっぱ注目もされて、うん、そうですね、うん、自分が伝えたかったことはその文章に書いてるからできたはずだけど、うんうんうん、練習してる時に結構追い込まれたりしなかったです、うんうん、いやもうやっぱりもう九州大会の前直前もそうだったし、何よりやっぱ全国大会のもう1週間前はもうメンタルがやばかったですね。緊張はもうなかったけれど、やっぱプレッシャー、いろんな人たちがものすごい応援してくれてるのを感じていて、周りは勝手に触るもんね俺含め、だからそれにやっぱり期待に応えなきゃいけないっていう、いそのプレッシャーがもうすごくて、うん、もう特に本当全国大会の1週間前の時にはもうメンタルが崩壊してて、無理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 、でも全国大会のことを考えると涙が溢れてきて練習ができないっていうぐらいやばかった、そんな感じだったね、最後の1週間は。そのテーマにした内容も、うんうんうん、あの授業も大成功だったし、うんうん、もうマスコミメディアからもすごい取り上げられたし、うんうんうん、反応も良かったって分かるし、それを語ってるからこそ、うんうん、もう絶対にもう成功だろうみたいな感じの感覚、うんうんうん、多分その勝手な周りが期待するのが全部一人の発表者に来るからいや今考えたら確かに申し訳ないですね。いやいやいや、でもまあその分たくさんの人に応援していただいて、本当に貴重な経験をさせていただいたので、そこに関してはもう本当に感謝しかないんですけど、ただもう本当に1週間前はもうメンタルがやっぱり、ね、20年ぶりに沖縄からこうやって九州代表が出たっていうのもね、うん、相当苦労されたんだなと。ただその時に、ずっと応援ソングで聴いてた曲を、その1週間前もずっと自分のこのメンタルをとにかくモチベーション上げるために聴き続けた、たまたまではお聴きください、はい、木内さんがモチベーション上げるためにかけてた曲、はいね、はい、ワニマでゴング、はい、いや周りの期待感も異常でしたよね。確かに。どうなんですかね、もう本人にしたら。まあ、でもありがたかったけど、それはすごく力にもなったけど、だけどやっぱみんなのそれに応えなきゃっていう、はい、
そういう風に取れるんですよね、ゲストでね。優しさというか、いやもう、大丈夫よ、ケツは勝つよとか、お前が言うなよみたいな、何を根拠に、いや、だって練習してるでしょ、みたいな、いや、当たり前の言うなよって、こっち仕事もしながら、青年部のこともいろいろやりながら、いや、でもやっぱその自分のメンタルに、やっぱり、こんだけ何千回も喋ってるスピーチが、そのメンタルにやっぱすごく左右されて、10分間っていうものにね、まあ、前後1分オーバーは OK だけど、でもやっぱり10分ぴったりで終わらせたい、印象的にはぴったりで終わらせたい、でそれのためにもう計算しながら時間計りながらやるけど、そのメンタルでもうすごく速くなってしまったり、ものすごくオーバーしたりとか、何千回やってもそこがずれる。そうですよね。いやいや、その前の年僕はもう思いいっぱいありすぎて書いたけど削除できなくて、でめちゃくちゃ早くて喋って10分で余裕余裕って思ってたけど、まあ、本番ね、自分の時まだコロナの状況があったからね、観客の数は少なかったけど、頭が一瞬真っ白で、あれ俺なんて言うんだっけなみたいな、本当にそれをね、よくできましたね、あんなね。最初はね、10分喋るのもエネルギー使うから、10分喋りきるのも最初の頃は結構大変じゃなかった。無理ですよ。全然無理。それをね、原稿を覚えて丸暗記してね、10分間で喋らなきゃいけないから。覚えもしないところで噛む。10分間の原稿って結構な量ですよね。結構な量。4枚。はい、ぐらいは A4 回だ、はい、うん、そう、だから400文字の原稿にしたら多分20枚ぐらいはありますね、はい、ありますよね。 A4 で、書体が 10.5 とか9ぐらいギュウギュウにして、うん、それでね、4、5枚ですよね、うん、いやすごい、本当にすごい。中学生の頃は生徒会長だったので、挨拶とかはもう覚えてやってたんですけど、すごい。でも時間の制限とかないじゃないですか。全然余裕だったんですよ。だからもう時間働られながらやるって思ったらすごい大変だなと思って。生徒会長だったんですか。中学校の時は生徒会長。でも今こんな感じで嫌ですか。だから同窓会の時に女子のメンバーから警戒されて、あいつキャラ変わりすぎじゃないかって。何かやってる。悪い仕事してんだよ。そうなんだね。むしろ当時ちょっと遊んでたちょっと やんちゃな子たちの方がなんか今仲いいです。逆に、はい、なんか分かる。みんなまともになってるので。逆転したんだ。そうですね。生徒会長の方が遊んでるだろうっていつも怒られます。今 CM ですね、はい、いや、俺も生徒会長なんですよ。そうですね、高校のね、高校の生徒会長だったんですよ。だから確かそれ好きなんだね。楽しんないですね。陽キャとかじゃなかったんですけどね、全然。僕はもう高校は陸上に専念したかったので、あえて生徒会入らなかったんですけど。あ、ひぐみさん、ごっくんちょ、こんばん、ごっくんちょ。男性の肉体験みんなやるべきだ。おー、いいね、いいね、そうだそうだ。あれは衝撃的でした。もっと継続してもらったらね、ちょっとやりたいなと思ってはいるんだけど、去年は市長発表大会で忙しすぎてできなかったけど、また今年、専念部卒業してもね、またなんかそんなのは入れたらいいなって。 CM あと3本ですね、はい。さっき言ってたのあれってなんかあれなんですよ、産婦人科とかで、あとなんか新米パパ向けのなんかあるんですか。あるある、やってるとこもある。だからケンちゃんとかもやったことあるんですよ。これはあれ、もうどの産婦人科もやってはないと思う。だからやったことある人もいればない人もいるけど、大体あんなのは触り程度だから。1日だけとか、1日もやらないでしょ、多分30分とかそんなもんじゃない。抱っこの仕方とか、そう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 、なんか見たことあんな。
それくらいだとやっぱり男性の方が女性より力もあるから、人によってはそんな大したことないじゃんって思う人も中にはいるみたい。重さ的にはね。なるほどね。その短時間だけだと、うん、なるほどね。なんかそんなのネットで書かれてみたことある。では CM 開けますね。 BGM からまた行きます。はい、インパルスレディオをお送りしております。ひふみさんありがとうございます。男性の妊婦体験みんなやるべきだ、ね、素晴らしい、ね、本当そうですよね。本当に妊婦体験もそうだけど、生理体験っていうのがあまりにも衝撃的すぎて、でゴミ箱の上に全体重を乗っけて寝るんですよ。ゴミ箱って、ね、生理痛体験ね。そう、はい、これは生理痛の話なんだけど、はい、ゴミ箱って言ってもね、どれぐらいの大きさ、ね、ちっちゃい、ね、デスクの横に置く、まあ分かる人は分かるかな、1個前の、Mac Pro 全然分からないこんな感じ。そうこんな感じ、はい、ラジオでこんな感じって絶対通じないんだけど、はい、直径10センチぐらいの円筒形の、このゴミ箱にこうお腹を当ててそのまま寝そべるんですよ、はい、まっすぐで、本当はこの電極パッドみたいなので再現する方法がまあスタンダードなんだけど、あの時やっぱ大勢の男性のにその一人ずつ、ね、電極パッドあれは上位できないから何か他で再現できないかなってこの女性メンバーでいろいろと探してた時に、まあ、ネットでたまたまそのゴミ箱の上に全体重乗っけて寝そべるみたいな、それで再現できるよっていうのが書かれてて、実際にやってみたらまあまあ確かにこんなもんかなみたいな感じで、まあじゃあこれでやってみようかってなったけど、その時にたまたま企画メンバーの中に一人だけ男性の人混ざってもらってて、で実験台になってもらったら女性陣は大して痛が、まあまあこんなもんかなみたいな感じだったけど、男性がやったらめちゃめちゃ痛がって、うん、こんなに違うんだっていう感覚が、うん、あれはやばいと思うそうそう、だから生理痛にしてもやっぱりね、そういうのがやっぱね画期的って言ったらあれなんだけど、うん、だから当時参加したね、あの部員の子もあまりの痛さに帰ってきて同棲してる彼女にね、今日こんなのやったっつって実演したらしいんですよ、うんうん、そんなもんじゃねえってそうこんなもんじゃないっつったら、普段どんなことしてんだそうね、うんうん、ありがとうございます。生理痛のとてもひどい人は病院運ばれるくらいの痛みと苦しみだと聞いたことあります、ね、ひふみさん、個人差があるからね、やっぱり痛みの程度は人それぞれだけど、本当にひどい時は立ってられないし薬も効かなかったりとか、鎮痛剤がね、そうそう、はあ、いや、まあ、だからそういう女性従業員だったりスタッフとか、我々がそうやって気づいてあげるというか、本当そうですよね。そう、でも私大元はまあこの経営者向けにやったから、もちろんその自分のね、スタッフとかにそういうところでケアしてあげてほしいとか気遣ってほしいって思いもあるけど、一番の最初のきっかけは自分の奥さんに対して、パートナーね、そうパートナーに対してやっぱり経営者としていろんな外に出なければいけない場面が多くて、どうしても家庭をおろそかにせざるを得ない年齢であるからこそ、そういうパートナーのそういう時にやっぱり気遣ってあげられたりとか、妊婦の時もそうだけど、そこにやっぱり思いがもっと馳せられるようになったらいいなっていうところが一番前提。そう青年部活動してると、どうしても自分の会社だけじゃなくて青年部活動でも時間を夜も割かれて、ね、お家をどうしても空けることが多いけど、うん、でもみんな若手経営者だから、その年齢でみんな結婚して子供が生まれていく年でもあるからこそ、そこをもうちょっとね、やっぱりパートナーに気遣えるようになったらいいなっていうところが一番大前提で、でプラスアルファ自分の会社に女性従業員がいればそこにも思いを馳せられるかなって思って企画した内容でしたね、これは。なるほど。いや、こういう企画をね、やっぱり発想というか、まあ、常にね、やっぱ仕事柄って言ったらあれなのかもしれないけど、やっぱこの相手を重んじるというか、思う気持ちってやっぱ社会をこう、ね、形成する上でとっても大事なことだし、はい、で自分たちはなんか街づくりだって意気込んでるけど、
本当に俺らがやってることが当たってるのかどうかもね、結果ちゃんと見ないと分かんないんだけど、でもそういう意識は高いのはいいんだけど、あなたがいない間のね家庭守ってるのは誰か分かってますかっていうのはね、ちゃんとねみんながやっぱ意識しないとね、全然取り組み方とか向き合い方も変わってきますもんね。だからそういうね、素晴らしい内容をずっとやってくれてる木内さんですけども、その視聴発表全国大会出場をきっかけにね、実は沖縄タイムスのね、はい、オフィスの窓からっていうあの連載の、もう今やってたり、もう終わりました。あれはもう去年の秋から3月が最後だ、半年間のコラムだったので、2週間、1ヶ月に1回とかですか。1ヶ月に言うと、そうそう、1ヶ月に1回か、4人いたので、4人かな、5人だったかな、で、はいはい、だから若干ずれてくけど、1ヶ月に1回ぐらいかな、ネットでもね、まだ過去の記事でも全然載ってますし、アーカイブ載ってますから、ぜひチェックしていただきたいなと思うんですけど、もともと書くの好きだったんですか？いや全然そういうわけではないけど、たまたまなんか最近そういうの多いですか？そんなのが続いてていや結構内容もね、やっぱりこの時期的にね、卒園の話題だったりとか、あとこういう本当にオフィスの窓からっていうこの連載のね、これいろんな経営者の方いるんですよね。そう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 。で業種も全く違うけど、全然違う、それぞれ皆さんやっぱ自分の仕事のね内容を通してね、やっぱこういう目線って大事だなっていう面白いテーマだなと思って、でもう一個実は皆さんにねお伝えしたいことなんですけど、木内さん実は本が出ましたよね。はい。この本は、どういう経緯だったんでしたっけ？これは1年半前かな、去年じゃない、一昨年の秋ぐらいに、まあ、たまたま私がなんか新しいことをチャレンジしたいな、何か新しいことやってみたいなって思っていたタイミングで、ネットでこの女性起業家の著者を募集しているのをたまたま見つけて、でそれがその募集の内容が、まあ、好きなことを仕事にして自分らしくチャレンジし続けている女性起業家を募集っていう内容だったので、なんか面白そうと思って、で応募したら、まあ、その審査どんどん通っていって、最終的に、まあ、全国で、20名が著者に選ばれたんですけど、その20名に入ることができて、で今年の3月にその結構時間かかったんですけど、本になるまでにそれぞれ の, そのまあ起業家の、まあ、今までの歩みとかを一冊の本にまとめた本が出版されました。らしさ出版、はい、運命は小さな一歩で変えられる、はい、木内さん以外にもね、はい、全部でこれ女性起業家20名今回20名いや僕も買いました、ありがとうございます。これはアマゾンで買えるんでしたっけ？アマゾンでも買えます、いやこれすごいですね、いろんな人本当にいるなと思って、経歴とかやっぱり携わってきたその人たちの ルーツがねやっぱ見れるというか、うちのね高校3年生になる姪っ子が、はいはい、めっちゃいいっつって、へもう受験生ですよ、バッタなんか、受験勉強の息抜きに見てます。 ありがとうございます。いやなんかね同じ今なんか独立開業する人も多いし、でなかなか結婚を機にねなかなかできなかったりとか、もしくはその自分のタイミングとか時間に追われてできない方たちとかやっぱ多分多いんだなと思って、アマゾンのコメント見てたら、結構勇気もらったってコメントいっぱいありますもんね。ありがたい。さああっという間にエンディングの時間でございます。木内さんこの後なんだろう、はい、青年部あれですけど、はい、なんかやりたいこととか、私また今年は今年でまた新たな、去年ちょっと全国大会優勝できなかったので、でその時にまあもうこんな機会はまた人生でね最初で最後かなと思ったんですけど、もう一回やっぱりでも取れなかった日本一を、まあ、違うところからもう一回目指そうかなと思って、今年はまたミセスオブザイヤーっていう、まあミスコンみたいな、ミセスコン、まあ、私は結婚してないんですけど、のまずは地方大会に
すごっ出場権を取ったのでそれを取ってそこからもう一回日本大会次目指したいなと思って今ちょっとすごいそこを頑張ってますもう常に進んでますねどん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 進むいやすごい、うん、いややっぱりあのインパルスはねあの組織はまだまだ続くけども、うん、あのやっぱこうやって先輩たちがねあの見せてくれた背中っていうのをねやっぱ僕らはちょっと繋いでいって、はい地域のためにいろいろ還元できればなと思ってますので、うんうん、あの卒業されてももちろんよろしくお願いしますもちろん協力できることはしたいし今後もいっぱい甘えると思うんですけど、はい、よろしくお願いします。一緒にまたみんなでギノワをね盛り上げていけたらいいなと思うので、はいうん、ありがとうございます。いいえ、はい、それではですね今日は、ラウレアオーシャンの木内さやかさんゲストにお招きして、1時間やりましてトークを広がりました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。この本のこと全然いろいろ良かったんですよね。喋ってね全然ありがとう、宣伝してくれて。なんか言われるのかなちょっとドキドキしてて。全然。